あなた方は確か先ほどの何か当教会に急用でも。急用も何もユニミテスの使いというやつに出会ったわ。なんと！それで信者にならないかって勧誘されてモンスターを生み出すディスクをもらったです。モンスターを生み出すディスクとな。その話詳しく聞かせてくれんか。もちろん。まずは各大陸を悩ませているモンスターの出所から説明するわ。なんとそのような危険なディスクがあったとは。あんなもの街の中でばらまかれたらただじゃ済まないわ。だからすぐにグリーンハート様に伝えてほしいの。確かにラステーションのようになることだけは避けねばならぬな。ん？ラステーションでそう？早速グリーンハート様に伝えさせてもらおう。そしてお主らはよくこのことを伝えてくれた。褒美として今夜開催されるパーティーに特別に招待しよう。おお、イボッチ太っ腹。やっぱり美味しいものたくさん出るの？イボッチ。あ、もしかしてそのパーティーって女神様も来たりするのかな？グリーンハート様は常にご多忙なみ、保証はできませんが、もしかしたら出席なさるかもしれません。本当？会えるといいですね、アイちゃん。では、日が落ちた頃にまた教会に来なさい。わしが会場まで案内しよう。じゃあ、それまで適当にこの街で時間を潰しましょう。それなら、ちょっと早いですけど、宿を取りに行くです。ああ、IF さんはちょっと別件の用があるので少し残ってもらえますかな。私に？ええ、少し二人だけで話したいことがありまして。で、私と二人だけで話したいことって何？その前に一つ確認しておきたいことがあります。あなたはグリーンハート様を信仰しているものの、この国のものではありませんね。それがどうしたっていうの？それどころか、どの国にも所属していない根なし草でもある。調べたのね。失礼ながら調べさせていただきました。そういえば、昔聞いたことがあるのを思い出したわ。リーンボックス教会の長は、他国の信者どころか、たとえグリーンハート様を信仰していても自国民以外は認めないって。あなたがそうだったのね。で、私をどうするの？異端の信者として始末するつもり？本来ならそうしていただろう。だが今はこの奇妙な巡り合わせに感謝しましょう。どういう意味？あなたの連れにいる少女ね。意味わかんないわよ。どうしてグリーンハート様を慕ってる教会がネプコを始末してほしいなんて言うのよ。あの者はグリーンハート様だけでなく、ゲーム業界にとっても災いをもたらす者。遅かれ早かれグリーンハート様ご自身が制裁をお加えになるだろうが、私は女神様にお手を汚すような真似はしてほしくない。だから私に代わりに始末しろっていうの？見事ネプテューヌを亡き者にできたなら、あなたをリーンボックスの正式な一員として受け入れてくれるだろう。私がリーンボックスに？ええ、今まで根なし草だったあなたはさぞかし自分の国が欲しいことでしょう。それを報酬として与えると言っているのです。確かに私は自分の国が欲しいわ。けど、だからってネプコを殺すなんて。ならなおのこと、この毒薬を受け取るのです。この毒薬は横島なる者にのみ効果を発揮し、清き者には水のように無害とされているのです。何を
その妙に都合のいい毒薬は。あなたがあの者を清き者だと信じるのであれば、堂々と飲ませればいいだけの話です。私が断ったら。たとえ国民に不安を与えてしまおうが、蛇の者の疑いがある者は軍隊を使ってでも排除するだけじゃ。あのイボなんとかめ、あんな風に脅されちゃ嫌でも毒薬を受け取らなきゃいけないじゃない。それにしてもこれどう見ても毒よね。紫だしドロッとしてるし、なんか泡立ってるし。はぁ、参ったなぁ。どうすればいいのよ。って、考え事してたら迷ったみたいね。お邪魔しまーす。眩しいですわ。もう誰ですの。せっかく気持ちよく眠っていたのに邪魔をするのは。あー、すみません、今閉めます。もしかしてグリーンハート様。あら、女の子の声。好きなように呼んでも構いませんのよ。アイちゃん、
ベル、ベル、あ、愛ちゃん？すみません。私ったら途中で興奮しちゃってつい頭に血が。お気になさらないでくださいな。私としては愛ちゃんとたくさんお話できて楽しかったのですから。私もグリーンハート様とたくさんお話できて楽しかったです。はじめはあんなに緊張してカミカミでしたけど、ようやく慣れてくださったのですね。いや、慣れって怖いですね。けど今でもすごく緊張しているんですよ。私たちは友達なのですから、早く慣れてくださいな。頑張ります。あ、そうですわ。メールアドレスの交換を忘れていましたわ。いいんですか？いいも何も、私たちは友達なのですから、メールアドレスの交換くらい普通ですわ。これで私たちはベル友ですわね。これが女神様のメールアドレス。やった！遊びに来るとき以外にも気軽にメールをくださいな。はい。あ、そうだ、私そろそろ帰らないと。あら、残念。もう少しお話をしたかったのですけど、お友達を待たせているのなら仕方ありませんわね。また遊びに来ます。ええ、またいらしてくださいな。愛ちゃんなら24時間いつでも歓迎いたしますわ。その時はもっとおいしいお茶を用意してお待ちしておりますわ。愛ちゃん、彼女ならもしかして。愛ちゃん遅いね。どうしたんだろう。寄り道ですかね。案外グリーンハート様に会いたくてこっそり忍び込んでたりして。いくら愛ちゃんがグリーンハート様が好きでも、さすがにそれは。ただいま。愛ちゃん、お帰りなさいです。もう、いつまで待たせるの。ごめんごめん、あのイボなんとかってやつの話が長くて。そういえばお話って何だったんですか？確か世界情勢について聞きたいとか、そんな感じだったわ。なんだ、てっきり愛ちゃんのことだから、あえて一心でグリーンハート様の部屋を探してたのかと思ったよ。何言ってるのよ。ネプコじゃないんだから、そんなことをするわけないでしょ。おやおや、皆さん楽しんでいますかな。ちょうどこれから楽しむところだよ。あ、そうだ、せっかくだからおすすめの料理を教えてくれないかな。こんなにたくさんあると目移りしちゃってさ。やっぱ旅先の料理は地元の人におすすめを聞くのがセオリーだと思うんだ、私は。おお、でしたらちょうどおすすめの料理を持ってきたところじゃった。この山越シェフ特製トリュフとフォアグラのキャビア添えはどうじゃ。世界三大珍味を惜しげもなく使ったリーンボックスでしか食べられない超高級料理じゃ。さすがリーンボックス、まさに高級食材の三位一体だね。すごいです。一体お料理なんですか？新鮮なトリュフとフォアグラの上に世界的に有名な山越シェフがキャビアを乗せ、さらに小もみちシェフがオリーブオイルをかけた化学調味料ゼロの素材の味を生かした料理じゃ。
無駄に贅沢な料理ね。てか、味付けがオリーブオイルだけって。じゃあ、早速この大きいのをいただきまーす。ネプコ、食べちゃダメ。どうしたの、アイちゃん。もしかして、私が食べた塊狙ってた？けど残念。もうお腹の中なんだな、これが。あれ？もしかして、私の勘違いだったの？ネプコ！ネプネプ、急に倒れてどうしたんですか？イボなんとか！あなたね、ネプコに毒を持ったのは。その通りです。しかし、これで彼女がジャのものだと証明されました。ジャのものって、あんなの誰が飲んでも猛毒に決まってるじゃない。ネプネプ、聞こえるですか？聞こえたら返事をするです。者ども、今すぐにこのジャのもの3名を捕まえるのだ。こやつらはグリーンハート様にあだなすユニミテスの使いじゃ。イボワール様。違うわ。何勝手なこと言ってるのよ。痛いです。話してくださいです。お前もだ。痛いってば。お願い話して。コンパ、ネッコ、お主たちはしばらく牢に入って頭を冷やすのじゃな。なーに、一週間も牢にいれば、ユニミテスの洗脳など解けて改心するじゃろう。アイちゃん、あれから何時間くらい経ったですか？ちょうど3時間くらいね。助けを呼びたくても、携帯は圏外で打つ手なしか。薄暗くてよくわからないんですが、ネプネプの体、どんどん体温も下がってるです。そうだ、コンパなら何とかできないの？看護師の卵でしょ。無理言わないでほしいです。患者さんの診断や薬の調合なんて、お医者さんと薬剤師さんじゃないと無理です。ネプネプ、ごめんなさいです。私、ネプネプが苦しんでるのに何もしてあげられないです。そんな、私のせいだ。私がベール様のことで浮かれて毒のことを忘れてしまったから。お願い誰か助けて、ベール様。私を呼びまして、アイちゃん。彼女はベッドに寝かせましたけど、まさか私の知らないところでこんなことになっていたなんて。アイちゃん、もしかしてこの人がビーンボックスの女神さんです？ええ、そうよ。アイちゃんすごいです。女神さんと知り合いだったんですね。けど、どうして私たちが捕まってるって分かったんですか？女神ですもの。パーティーの参加者くらいちょっと調べればわかりますわ。本当はあんな退屈なパーティーはいつものように欠席して、先週買った積みゲーを崩す予定だったのですが、愛ちゃんがゲストで参加するとわかれば話は別ですわ。それで会いに行こうと思って会場に向かった矢先にあの騒ぎでしたの。あの、もしかして最近ベール様が部屋に引きこもってなかなか姿を見せない理由って、積み毛を崩すのと寝とげが忙しかったからですわ。社交辞令だらけの退屈なパーティーよりもゲームをしたりチャットを楽しんだ方が有意義ですもの。アイちゃん、ビーンボックスの女神さんってやっぱり
ガチのゲーマーよ。悔しいけど、ネッコとの賭けは私の負けね。ネッコ、それがこの子のお名前ですね。はい。あ、けどネッコっていうのは愛称で、名前はネプテューヌって言います。ネプテューヌ、この子が。ペーロ様？あ、いえ、ただの独り言ですわ。それよりお二人にこの騒ぎの詳しい話をお聞きしたいのですが、きっとお食事もまだなのでしょう。クッキーとスコーンしかありませんが、美味しい紅茶もご馳走しますわ。まさかイブワールが。それにアイちゃんたちの会ったというユニミテスの使いも放ってはおけませんわね。けどそれよりも今はネプテューヌの解毒を優先した方が良さそうですわね。さっきよりも青色が悪くなってるです。アイちゃんがイボワールから渡されたという毒ですが、かなり古い時代のもののようですわ。ペールさんは博識なんですね。話を聞いただけで毒がわかるなんてすごいです。いえ、私には毒物に関する知識はありませんわよ。え？じゃあどうしてわかったですか？話を聞きながらネットで調べましたが、やはりネットは偉大ですわね。匿名掲示板で質問してみたんですが、ちょうど専門家の方がいてすぐにわかりましたわ。あら、どうしたんですの？そんなドン引きするような目で私を見て。思っていたより、なんだかすごい人です。気のせいかしら。今コンパさんだけでなく、アイちゃんとの距離もぐっと開いたような気がしますわ。気のせいですよ。それよりも他に解毒剤の情報はなかったんですか？ありましたわ。けどそれを作るにはリーンボックスのある秘境に住むモンスターの素材が必要みたいなんですの。なら早速行くわよ、コンパ。はいです。あの、なんでベール様も一緒にいるんですか？くっ、ひどいですわ、アイちゃん。私と一緒にいるのが嫌なんですの？そういう意味じゃありませんって。冗談ですわよ。焦ったアイちゃんも可愛いですわね。可愛い？これから行くダンジョンはまだしも、もしレベルを上げたくて一つ前のダンジョンに戻った場合、きっと三人パーティーを前提にバランスが取られているはずですから、一人欠けてしまっては倒せる敵も倒せなくなってしまう場合もありますの。けど私がパーティーに入ったからには安心してくださいな。しっかりとプロの仕事をお見せしますわ。もしかしてプロっていうのは？もちろん、ゲーマーとしてですわ。けど、ペールさんまで薬草を探しに行くとなると、ネプネプが一人になってしまうです。それなら心配はありませんわ。ランラン！あ、なんか出てきたです！ランランはランランだよ。ベール様、この人は一体？もしかしてお二人ともランランを知らないのですか？はい。ランランはゲーム業界におけるスタンドアローンコンプレックス現象そのものと言われているんですの。スタンド…なんです？簡単に説明しますと、悪性などにより国を捨て豚さんのペルソナをまとい、その悪性を糾弾する
流浪の民の総称ですわ。この子は少し前にリーンボックスに流れ着いたのを私が拾い、個人的に飼っているんですわ。飼っているって、例えではなく、残女そこらの猟犬よりも優秀なんですのよ。おほー、業界内の政治に左右されることはありませんので、安心してくださいな。それでそれで、ベール様、ランランに何か用？これこれこういう理由で、私の部屋にいるネプテューヌの看病をお願いしたいんですの。ラジャーなの。さて、それでは参りましょうか。